ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車が BMW M2 コンペティション2019年式15,800キロ、こちらの車両になります。紹介の前に小島さん、すいませんでした。はい、はい、実はこの車、はい、一度撮影済みなんですよね。済みですね、はい、どういうわけか、その撮影したデータを消すやつがいるという、はい、私です。というわけで2回目の撮影になるんですけども、はい、小島さんのテンションがもし低かったらそれは僕の責任です。いやいや、もういつもね、はい、テンションあんま上がってないんで、その代わりちょっと勉強してきたんで、かなり、はい、それフォローできればいいかなと。じゃあもう今日僕質問タイムでいいですか。できるだけ頑張って答えます、はいはい、というわけで今回は M2 コンペティションをご紹介させていただきます、はい、で M2 コンペティション以前も裏当てだったりでご紹介させていただいてるんですけど、はい、それより前って、うん、もう M2 と M2 コンペティションの違いって、うん、まあ、ちょっとこうなんか良くなって、うん、はい、なんか走りがちょっとこう磨きがかかったぐらいでしょって思ってたら、うん、全く別の車なんですよね。別の車ですね、はい、でそれが、まあ、ほぼエンジンに集約されているということなんですけど、うん、はい、外装も結構違うんですよね。そうですね、見た目はそうにちょっと、ね、同じような感じに見えますけど全く違いますね。実はこのバンパー自体が専用バンパーになってたりだとか、はい、で具体的なところでいくと、ここのフィンのサイズがちっちゃくなってるんですよね。はい、なってますね。標準の M2 の方がもう一回り大きいというか、はい、だからなんかこの立体感的に、うん、この M2 のノーマルバンパーの方が好きだよなんていう方も少なくないみたいです、うん、ああ、その好みありますよね、その、はい、この辺がちっちゃくなってる。であとは、シャドーラインのエクステリアが標準装備になるということで、はい、各部黒くなってるのと、はい、あとグリルがここが同色というか黒になってこう繋がってるグリルになってるんですよ、はいはい、だから表情全然違いますよね、はい、これよく見てると、うん、全体的なニュアンスはやっぱりライトとか一緒なんで近く見えますけど、うん、一個ずつ見ていくと違うのかなと、はい、であとはいろんな今回勉強してブログだったりとか海外のそのレビューのやつとか見て、はい、コンペティションを実はもう最初の段階で計画にあったんじゃないか説っていうのもあったんです、うん、あ、この M2 が出るときにどこですか。で M2 コンペティションってこう後出しじゃないですか基本、うんうん、でこのまま行くのかなと思いきや、うん、コンペティションが出てきたじゃないですか、はい、っていうのはこのボンネットだったりだとか、うん、バンパーもほぼその、うん、コンペティションのメカニズムが入るぐらいの設計になってたとかっていう、うん、それがたまたまなのか、うん、狙ってあったのか分からないですけど、うん、そこの部分で最初からあったんじゃないかっていうのを言われてる説がありました。でもそう考えると確かにこう、うん、もう全然インタークーラーの位置とかも違うし、うん、エンジンも同じ55エンジンですけど、うんうん、最初のその N か S かってだいぶ形が違うじゃないですか、うんうん、だその辺があんまりこう変更なくスポット収まってるのを見ると、うん、確かにその説もありえるなっていう。その説があったらちょっとやらしいですよね。まあ可能性はなくはない、うん、そうですね、まあ、まあそういうちょっとそういうちょっとなんかこう説があるとなんか魅力がちょっとね増しますからね、はい、車によって、はい、そして今回は少しいじりものということでこのリップスポイラー、はい、このシュニッツァーのリップですよね、はい、残念ながらレース部門からは撤退してしまいましたが、はい、もう BMW の一番有名って言っても過言じゃないんじゃないですか。有名ですよね。そうですよね、はい、シュニッツァーのリップがこれ、はい、物の作りもすごくいいんですよね、はい、非常に強度もあってしかも下側もこうちゃんと平らになってるリップなんで、こうなんちゃってリップじゃなくて、はい、ちゃんと空力特性的にもアップされてる。そしてこの上のこのちっちゃいダクトというか、はい、スリットも専用バンパーの特徴なんですよね、はい、こんな感じのバンパーになっております。そして今回ご紹介させていただいているこの色がホッケンハイムシルバーということで、はい、BMW こうサーキットの名前好きですね、うん、そうね。これちょっと青みがかった、はい、これおしゃれっぽくっていいなと思うんですよ、うん、そうですね、ちょっとグレーに近いというか、うん、だからもうちょっと暗くなるナルトグレーとかね。確かに確かに、そういう色になりますけど、はい、こんな感じの外装になってます、はい、そしてあとは横に回ってってこの全体的なサイズ感がやっぱりかなり受けてるみたいですね、うん、そうですね、だから以前のやっぱり M3 に近いサイズ感っていうので一番乗りやすいと思いますよね、はい、世代的にはもう36とか46世代のそうです、ね、あのぐらいの全長になってるんですよね、はい、で具体的な数字でいくと全長の方が4475、全幅の方が1855、そして前後の方が1410ということで、これ E36M3 と比較すると、長さで4センチ、幅で14センチ、高さで、7センチぐらい、はい、ということで幅はやっぱりこうフェンダーがもーって出てるんで、うん、幅はかなりありますけど、うん、全長なんか結構近いんじゃないかなって、うん、この辺ってやっぱりこう車のイメージにも貢献してくるところなので、はい、この辺はかなりいいポイントじゃないかな。そしてあとは今回足元、はい、
BBS の高級品がついております、はい、これデザインが RID、はい、しかも1インチアップされてて20インチということで、はい、これ小島さん、このホイールの定価知ってますか？これ前聞きましたね、はい、忘れました約20万円でございます、そうですね、はい、25万円ぐらいかな、はい、4本で100万円ぐらい張ってホイールということで、はい、これ実はなんか超超ジュラルミンって言って、はい、普通アルミホイールって6000系って6000番台のなんかアルミを使うらしいんですけど、はい、僕もプロじゃないんでそこまで詳しくないですけど、うん、それが普通使わない7000番台の7000系の合金の方のアルミを使ってるらしいです、はい、めちゃくちゃ強度があって、はい、まあ、軽く作れるということで、はい、その代わり耐食性が低いらしいんですよ、はい、だから腐食しやすい、だそれをなんか克服するような処理がされてて、うん、でなおかつ加工にも普通のホイールの製造よりかも6倍ぐらい時間かかるらしいです、はい、それが価格に反映していると、採用でございます、はい、で BBS 塗装がめちゃめちゃしっかりしてるんですよね、はい、このホイールの塗装が、うん、実は僕あの以前、うん、あの中古の BBS のホイールを、うん、こう手で磨いてポリッシュにしたくて、うん、一回塗装をはくったことがあるんですけど、はく、うん、るのめちゃくちゃ大変なんですよ、うん、普通の塗装ってこう剥離剤ビューってかければ、はい、ベル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 って剥がれるんですけど、はい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 、BBS の塗装全然剥がれないんですよ、本当にあの下地ももうめちゃくちゃ頑丈にくっついてる感じで、はい、磨いてもこうなかなか地が出てこない、だ非常に高い耐久性もあって、これデザインも秀逸じゃないですか、はい、横もしっかりえぐってあって、はい、でなおかつここまでスポークが伸びてるんで、うん、非常にこう20インチって言われてもそれ以上でっかく見えますよね、なんか、うん、そしてやっぱり BBS ですからこれ何年経ってもかっこいいまんまじゃないかな、うん、飽きのこないデザインですね、懐かしいの履いてんねって多分言われないと思うんですよ、これ10年経っても20年経ってもそうね、そんな感じの、うん、はい、で今回タイヤはミシュラン、サイズの方が245/3020ということで幅自体は変わってないんですよね、はい、インチがでかくなってるんで扁平だけちょっと変わってる感じになります、そして足元の方が今回カーベンのバージョン3がついてるということで、はい、結構低いですね、低いですね、はい、そしてあとはコンペティションとコンペティションじゃないのの足回り、うんうん、小島さん共通なの知ってます？それこの前聞きましたね、はい、はい、これこの前聞きましたねって言われるともうそれで会話が終わっちゃうんですけど今日会話途切れるシリーズだけどね、はい、これ僕のせいなんで、いや全然全然、はい、実は同じということで、はい、いろんなレビュー見たんですけど、はい、なんかコンペティションになると足元がなんか引き締められて、はい、走りが全然違うみたいな書いてるの結構あったんですけど、はい、意外にパーツリストを見ると品番が全部一緒なんですよ、はい、ショックも、はい、バネも、はい、で下回りのアクセルなんかも全部共通ということ で、うんうん、でその辺は M3 とか M4 と共通な部分かなよみたいな、フロントアクセルなんかも M4 と共通だし、うん、スタビライザーなんかも M4 と共通みたいです、うん、だからこのサイズだけ違うけどエンジンと足回りにかなりこう M4、ね、M3 要素が入ってる、入れてる感じですね、ただ電子制御の足回りももともとないんですよね、うん、ないですね、まあ、比較的にということだと思います、はい、でそれを今回カーベンのバージョン3交換されてるんで、うん、この後ちょっと、セッティング確認して試乗で乗ってみたいと思います、はい、そしてブレーキもめちゃくちゃでかいのがついております、はい、これ400パイですよね、はい、標準のがオプションつけないと380パイでしたっけ、はい、70パイでしたっけ、80だ、二回りぐらい大きくなってる感じですよね、はい、もうパツンパツンこんな感じの足元になっております、そしてあとは各部が黒くなってたり、はい、専用のミラーになってたり、これ小島さんミラーどっち派ですか、どっち派というとこのシュッとしてるコンペミラーか、はい、標準ミラーか、要はコンペミラーですね、意外に標準のミラーもなんかこう、はい、なんていうんですか、格好つけてないというかいいよねっていうのも結構あったんですよ、あ、そうなんですか、はい、結構みんな これにしたくてこう2本のこの柱っぽくしたくて、はい、このミラーにする方も多いみたいですけど、はい、こんな感じのミラー、あとはこの辺黒くなってて、あとはリアフェンダーもめっちゃ出てますね、はい、そしてリアも同じく幅は変わらず265ということで、はい、純正サイズと同じなんですけど1インチアップして同じように、サイズが大きくなっております、これちょっとここあれっすね、少し黄ばんでますね、張り替えたいですね、こうね、はい、まあ、あとはこうフェンダー出てますから、はい、もう少しガードしてもいいのかなっていう気はします、はい、こんな感じの足元になると思います、そしてリアに関してはだいぶ一緒なんですよね、 M2 の普通のやつと、はい、普通のやつと全体的な印象は、はい、ただマフラーが実は違うということで、はい、これ中間からはい、出口まで全部別のものになってるなります、ね、はい、で当然エンジンも違うんで音も違って、はい、音も違います、だといろんなパーツリストをこう端から見たんですけど、はい、ほぼ M2 と M2 コンペで共通ということで、うん、もちろんボディもそうだし、うん、このトランクだったりドアだったりボンネットだったり、うん、ルーフだったりも全部共通ということで、うん、最初に言ったなんか結構違うっていうのが
エンジンなんです。エンジンね、はいはい、なのでここまでは割と一緒なところが多いんですけど、多いんですかね、はい、こんな感じだった、はい、そしてリアのエンブレムがこのコンベンションが入ってる、はいはい、こんな感じになっております。続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクはもう標準な握って開けるタイプで、はい、そしてゴルフバッグを入れるとやっぱりこう長さというかサイズ感がコンパクトな分、はいはい、こうカバーつけると正直ちょっときついかなと。そうですね、感じはします。まあ、でもゴルこのサイズだと4人で行くことないから倒しちゃって、まあそうですね、一応シートが4人4で倒れるんで、はい、まあ、トランクスルー使っていただければ十分じゃないかな、うん、ちなみにこのシートが起きている状態で390リッターということで、はい、まあ、日常使いはもう全然 OK じゃないかな、うん、OK ですよね、はい、最近なんかもう軒並み車大きくなって収納スペースも大きくなってるから、うん、はい、なんかこのぐらいがなんかこうコンパクトに感じちゃいますけど、もともとってこのぐらいのサイズなわけじゃないですか。そうですね、だ本来このぐらいでいいのかなっていう気はしなくもない、うん、まあ、でもこのサイズでトランクの広さを求める方ってそんなにいらっしゃらないじゃないですか。だから十分だと思いますよ、はい、そしてこの下も少しだけ、はい、スペースがあって、まあ、本来あれなんですかね、物を入れたりとかっていう感じじゃないんですかね、うん、一応パンク修理キットと工具はこんな感じで入っております。はい、じゃ続いて内装を見てみたいと思います。内装もコンペだとガラッと変わって、はい、この M スポーツシートにまずなると、はい、ただこれ3以上と違ってこのザラザラのダコタですかね、はい、のレザーになるんですよね、はい、でところどころこのステッチだったりだとか、うん、あとパンチングの穴の中が青くなってたりとか、はい、おしゃれな感じに、うん、そして背中のこのプレートが光るタイプですよね、はい、こちらになっております。でこれシートよく見るとこのサイドってアルカンターラなんですよね。アルカンかどうかわからないですけどスウェード調整、あ、この横ね、横の 、はい、外側の横のところ、ね、一切触れないところがアルカンになってると、はい、そしてステアリングが今回変更してあって、はい、なんとこれが M4 のステアリングになってると、はい、スウェード調のこちらのステアリング形状自体は一緒ですよね。同じです、はい、純正流用できちゃうぐらいなんでこんな感じのステアリング。そしてメーターの方がメーターこれ一緒かなと思ったらメーターも専用なんですね。お、違う、そこはちょっと知らなかったです、ね、レブが違う関係で、あ、5000回転、レブが高回転になってるんで一応専用の品番で追っていくと専用のものになるそうです。あとは、一応車が後期なんでダッシュボードの形状が前期後期でちょっと違うんですよね、はい、まあ、その辺の違いなんかもあったり、ここですね、ここの形状が、はい、あとスタートボタンが赤くなってたりだとか、まあ、ところどころ違う点もあるかなと、まあ、全体的にこう印象すごくいいですよね。やっぱりシンプルですね、本当にね、こう無理に飾ってないというか、うん、しっかりもう実用的にまとめられてもう M らしい感じ、 BM らしい感じになってるっていう、実は僕がかなり欲しい車の1台でもあります。本当にそろそろ買っちゃいますか。行っちゃいますか。行っちゃいましょう。行っちゃいましょう、はいはい、こんな感じの内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。このスカーフプレートもコンペティションの、はい、こちらのタイプになって、これ光らないやつですよね。光らないです、はいはい、そして乗ってみたいと思います。だいぶいいです。いいですか。だいぶいいです。自家用車が3シリーズということもあって、はいはい、見慣れた部分あり、はい、サイズ感的にはどうですか。サイズ感的にはめちゃくちゃ広いかっていうと、うん、そうじゃないですね、うん、割とコンパクトな感じ、うん、助手席のダッシュボードなんかもかなり近いんで、まあ、コンパクトさは少し感じます、うん、ただ全然窮屈な感じはしないです。そしてシートはかなりホールド性あります。ただ調整に関しては6ウェイぐらいですか、上げ下げ前後とあとリクライニング、あとランバーサポートがついてる感じなんでめちゃくちゃ細かく調整できるわけじゃないんですけど、一応メモリーも、いやでもこれ普通で考えたらちゃんとできる方じゃないですか。もう一個車格が上だとここが出せたりとかするじゃないですか、はい、ランバーサポートももっと細かく、はいはいはい、できたりするんで、まあ、こんな感じのシートになっております。ただホールドはやっぱりいいっすね、うん、なんか BM のシート好きなんですね。ミニとかもそうですけど、あとポルシェとか、なんかこう背中も極端に押されてる感じもしないんで非常に快適です。そして先ほど触れたステアリングはこんな感じで専用のスウェード調のステアリングになってございます。 M4 専用か、 M1、M2 ボタン付きでございます。でマルチファンクションもしっかり付いてて、パドルがないということはマニュアルでございます、はい、そして先ほど触れた専用のメーターこんな感じで、さすがにちょっとメーターがこう幅狭いのはコンパクトさ感じません、うん、ただ視認性は全然いいです。ちょうどこのハンドルの隙間からも見えるんで、そしてこんな感じで視界はどうですか。いや視界もだいぶいいです、うん、やっぱり少しこう幅の狭さ感じますね、うん、1800車幅があるって言っても、うんうんうん、こうフェンダーが占めてる部分がかなり大きいんで、うんうん、ボディ自体その
ここのスペースの幅は割とやっぱりコンパクトな車の感じはします。ただ全然窮屈な感じはないです。そしてダッシュもしっかりステッチが入ってて、まあ、この辺はもうおなじみですよね、うん、はい、こんな感じになっております。足元どうですか？足元、足元は 3D のペダルセットがついております。はい、はい、この辺も全然タイトさはないです。スッチ結構その足のところを結構気にするじゃないですか。はい、どうですか？ BM 全般優秀なんですよ。そうですか。はい、フットレストももうちょっと正直大きかったらいいかな、うん、あとペダルレイアウトもう少しずつ離れてたらいいかなっていう気はしなくもないですけど、あの全然許せるで、全然許せます。はい、あのイタリア車みたいなおちゃくちゃな感じはしないんでさすがドイツ車だっていう感じがします。はい、でペダル自体もあんまりオフセットはしてないから少しこう右にオフセットしてる感じはしますけど、全然、はい、ていうかむしろ多分オートマじゃなくてマニュアルだから少しペダルがこっちに来てる気がします。だいぶいいです。だいぶいいですか。はい、そして今回の車はなんとショートシフトが入っているということで、はい、これ2回目なのでちょっとリアクションがないですけれども、うん、はい、だいぶいい感じです。はい、であとはこの辺でショートシフトね、結構好みがあるからね、あれですけど、はい、一応純正もノーマルもありますんで、はい、だ最悪気に入らなければ元に戻すこともできちゃう、はい、そしてこの辺が、一応足回りが電子制御がないんでここ空いてますけど、一応ステアリングと、エンジンの調整ができるようになっていると。そしてドリンクホルダーと、あとはここは、はい、こんな感じで。どうですか、ドリンクホルダー、ツッチの好きな縦置き。いや、だいぶいいですよ、はい、もう見慣れた光景なんで。いやいや、ツッチがあの欲しくなるポイントをちょっとどんどん押していこうかなと思って。ここです、それはそこですね最近電子制御のサイドブレーキじゃないですか、はいはい、うん、もうミニですら電子制御のサイドブレーキですよ、うん、引けるんですよ。引けるね、うん、引き放題ですよ。これ引くしかないじゃないですか、もう、うん、はい、最高です。もうこれ買う、ここだけでも買う価値がある気がします。そうですね、はい、そしてピラーはこの通常のファブリック、天井もファブリックですよね、うん、はい、でバイザーはもうめちゃめちゃペラペラのこのビニールのバイザー。この辺はやっぱり2シリーズ感を感じます、はいはい、でもそこじゃないんですよね。そこじゃないです。むしろこの質素な感じがすごい好印象です、はい、こちらの。そして BM おなじみの ETC 付きのミラーと、であとは今回の車はレーダー探知機がユピテルの Z290 かな、こちらが付いてると。これあの2回目の撮影なんで、うん、あの繰り返しになりますけれども、うん、あの見てる方は初見なんで、うん、ここに OBD に刺さっちゃってるんですよね。これ電源通ってるんですかね。うん、これは思い切って取り外すのもそこ埋めちゃってもいいね、奥に入れちゃってもいいよね。ああ、うん、二股にするやつとかありますね。そうなるからね、うん、まあ、気になるようであればご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、うん、こんな感じになっております。あ、ここ一応ね、はい、タッチパネルなんで、はい、ここ入れておきましょう。じゃあ、あ、そっか、後期だからタッチなんですね。そうですよ、土屋様、わ、負けました。タッチですよ。うちの自家用車はタッチじゃないですよ、前期なんで。本当ですか。3シリーズ前期なんでタッチじゃなかったです、うん、そして先ほど触れたあの M1、M2 なんかもこの辺で、はい、確かにここって慣れないと少し使いづらいじゃないですか、うん、でも慣れちゃうとみんなこっち使います、ね、まあ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 、直感的にこう操作できるのはやっぱりタッチの方が、うん、ただ画面汚れるんですよね。そうね、はい、でもまあ一応あるからね、はい、純正でもなっております。はい、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。あのわがままボディ土屋は乗り込めないんで見るだけでお願いします。一応ここに倒すレバーがついてるんで倒して前にはいかないんですけど、一応ここにスライドのスイッチがついてるんで押していただければ前に行くと。そして後ろ基本的に4人乗りなんでスペース的なものはそんなに広くはないんですけど、そしていきなり倒れるリアシートということでトランクスにするとあ、いきなりすぎた。あの話を聞いていただけましたかごめんなさい、ごめんなさい、はい、大丈夫大丈夫です、はい、テクス、テクス大丈夫です、はいはい、こんな感じでトランクスルー、だからトランクスルーにするとだいぶ長物も詰めますね、これ。そうですね、ゴルフバッグも2つ余裕ですよね、はい、だ2人乗りというか実質2人で使用する分には十分するぎるぐらいのこの収納スペースと使い勝手なのかなっていう感じがしますよね、うん。続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、エンジンの方がおなじみの S55 が積まれているということで、はい、普通のコンペティションじゃない方だと N55 ということで、うん、はい、35シリーズに積まれているやつですよね、はい、35i とか、はい、
何々352に積まれているエンジンで、こちらの場合は S55 エンジンになるんで、一応 2979cc 直力ツインターボ、そして馬力の方が410馬力、トルクの方が550ニュート、標準の M2 だと370馬力ということで40馬力アップしていると、はい、すっごい乱暴な言い方すると、だから M4、M3 のエンジンがそのままぶち込まれている感じですね。そうですね、はい、でこれコンペじゃない方の N55 とこう具体的に何が違うんだと、うん、こう見た感じだともうインタークーラーがこう下から上になってて、この辺のデザインもちょっと変わっててっていうのと、あとはここにターバーがついててっていうのが分かりやすいところですけど、これ中身全然違うんですね。全然そうですね、違いますよね。もちろんその M 社のチューニングエンジンっていうところもあるんですけど、もっと具体的に言うとこれ当然ツインターボになってる、はい、3気筒3気筒で分けてるツインのターボになってるのと、あとはシリンダーとかクランクケースも全く別のものになってる。でちなみになんですけど、シリンダー自体もクローズデッキになってるらしいですよ。標準の N55 ってオープンデッキって言って、その水が回る経路が、そうです、水が回る経路がこう全部つながってこう、うん、上から見た時もこうつながってるこうやつになってるんですけど、一応クローズデッキになってるんで、上がこうつながってないというか、まあ、中でつながってるタイプのすごく強度が出せるシリンダーになってる。あとはピストンとか、あとクランクなんかも当然 S55 専用になってる。であと意外なところで言うと、コンロットとかオイルパン、あとはカムとかその辺なんかは N55、S55 共通らしいです。あ、そこ共通なんだ。意外じゃないですか。意外だね、そこね。馬力40馬力も出てるんで、うんうん、カムとか絶対違うカム使ってんだろうなと思ったら、うん、カムは全く一緒です。普通の M2 もパワー出せんじゃないの。あ、だからなんかそのターミンのキットがあって、うんうん、もちろん社外ですけど、うんうん、500馬力出してるのとか海外にあるみたいですよ、うんうん、あるよね。ただ共同的なものがやっぱりオープンデッキとクローズデッキで、そこがやっぱり一番変えられないっていうことなんで、ね、やっぱり S55 の方が、うん、でその関係もあってレブも一応7000から7500にアップされているということで、うん、もう上の人の美が S55 の方が圧倒的にあるみたいです、うん、続いてトーカル見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。このシートベルトのこれ良くないですか。いいですね。これもコンペ専用する。そうそうそう、いいじゃん。でも乗れるうちに乗っといた方がいいよ。そうなんですよね、もう乗れないんですよ。乗れないよ、だってもうカウントダウンですよ。そう、いやでも結局そのなんていうのかな、本当にその車もそうだし自分もそうだし、はいはい、乗れるタイミングって絶対あるじゃない。いやそれもう小島さんにそれ言われてからめっちゃ考えるようになりました、うん、でしょ。だって今しか乗れない。例えば、はい、あと3年後に4年後、はい、5年後って自分がどうなってるか分かんないじゃん、はい、そうなんですよ。仕事の問題もあるし体の問題もあるし、はい、世の中の問題もあるし、はい、今頑張って頑張って、ね、絶対無理だったら無理だよそれも、はい、頑張っていける欲しいって言うんだったら、はい、僕はそうなんですよね。手を伸ばした方が絶対いいと思う。あのシフトの先っぽがちょっとガタがあるんですよ、はい、これって直せるのかな。分かんない。一回ちょっとバラさないとじゃないですか。車外のこのシフトのこのロッドになっちゃってるからですよね、うん、多分ここのガタとここは、うんうん、それ土買ったら直せばいいんじゃないですか。そうですね。じゃあここにハンコをちょっとセットしてもらっていいですか。そうそう、サイドブレーキ引いた瞬間これ、ね、注文書ここに置いておいて落ちっつって。いやこのサイズ感めっちゃいいと思うんですよ、うん、
でも車を結構乗ってらっしゃってる方とかいろいろ乗り換えてる方って、はい、もちろん損はしてる得してるっていうのはやっぱりねいろいろあるかもしれないですけど、はい、結構皆さんね後悔されてない人多いと思うんですよ。あ、うん、まあめだけ後悔しようと思ったらいくらでもできるじゃないですか。でもそこはやっぱりその自分の判断で買ってその車とこの時期で楽しませてもらったって考えれば全然その、いやそうなんですよ、妥協して買うのが一番後悔するんですよね。そうだからね、一応お客さんとかにもいろいろこの車とこっちどっちがいいっていう迷われてる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。で、本当どっち欲しいんですかって言ったら欲しい方絶対選んだ方がいいですよって。そうですね、うん、車屋さん的にはねこっち買ってもらってまたこっち買ってもらうのが一番いいけど、そうですね、そうやらしいんじゃなくてね、今回あの M2 は結構取ってるってことで、はい、高速を、そうですね、はい、ちょっと乗ってみようかな、駆け抜ける喜びを、駆け抜けられるんですね今日高速をねっていう動画の 8割はそれなんですけど、2割は、はいはい、ツッチ買っちゃうんじゃねえかって僕はこっちのこれちょっとね、最初に盛り下げるようなことをちょっと言って恐縮なんですけど、うん、家族で使えないんですよこれ、うん、使わなきゃいいんだいや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 、子供乗れないですよこれ後ろ。いや子供乗れるよ大丈夫。本当っすか、うん、M2 に4人乗ってたら結構窮屈な感じしますね。いやだから家族とか2台すればいいじゃん。いや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 、もう1台今ローン払ってるんですけど。いやローンみんな2台払いますよ。2台ローンっすか、うん、いやオールマイティなのを求めちゃうんですよ。え、家族も乗れて運転も楽しくて。いやいやいや、あとマニュアルかみさんが乗れないんですよ。だからだってなんすか、うちは僕自分の車自分しか乗らないですよ、はい、保険代も保険料もさて、はい、1人での方が安くなるじゃない、はい、2台っすか2台いや、大丈夫ですよやっぱ人間って、はい、いやなんかさっきも言ったように、その絶対全く届かないところだったら、はい、あれだけどちょっと届くんだったらそこの生活をすると、はい、そこからやっぱり確かにそうなんですよ、ね、やりたいからいろいろ考えるじゃないですか、うん、それってすごいそういうバイタリティでやっぱりその確かにそれはありますしたって、でも大事だと思いますよ、うん、前回結構むちゃくちゃのローン組んで払えるかなと思ったけど払えたっすね。でしょ、はい、うん、車代の4倍ぐらいあのパーツ代使ったっすけど、うん、払いましたね、うん、でもそれ後悔してないでしょ。後悔してないです。じゃあやっぱりそうですいや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 、車のレビューしましょう。そうね、はい、いやまだ長いから道は。そうですね、うん、いや欲しい M2 でも全然下がってないですよね。下がってない、びっくりしますよ、うん、っていうかこれ多分その車のそのキャラクターとかそのなんていうんですか、うん、そういうのもあると思うんですけど、うん、マニュアルっていうのは大きいと思うんですよ。大きい大きい大きいよね。だって今、うん、911のマニュアルやばい値段になってるじゃないですか、うん、やばいね。でもそれどういうふうに読めばいいのかって正直わからないけどね、うん、だからもう需要と供給がもうバグっちゃってるんですよね、うん、でもその供給が止まればなくなるわけじゃない、うん、いやでも供給がなくなっても車自体が少ないから、うん、その下に値段が入るものがなくなってくるから値段が下がるっていうそのオークション相場とか相場的にはないよね、うん、だから、うん、スポーツ走ってます、はい、おいいねいいね、超気持ちいいんですけど小島さん、やっぱりさ M とやっぱり車高速だね。そうっすね、高速っていうかある程度のスピード感、いやできればワインディングじゃないですか、うん、いやめっちゃ楽しいっす。どうですかカーベイの足回りは。少し固めにセッティングされてますかね、うん、あと20インチっていうのも少し効いてるかもしれないです、うん、突き上げは少しあります。助手席は全然まあまあ、 あのスポーツカーに乗ってるかなっていう感じで、はい、その嫌なもうなんかこうお昼ご飯食べたと乗れねえよっていう感じではないですね。全然乗れますよ、ね、全然乗れます、はい、ちなみに普通の M2 と M2 コンペで、うん、タイヤサイズ一緒じゃないですか、うん、19インチで、うん、タイヤの空気圧だけは違うらしいですよ、うん、あそうなんだ。M2 2.4 なんですけど、うん、コンペになると 2.6 入れるようになってるんですよ。だその辺でセッティングが違うんですよ。あ
ちゃ気持ちいいんですけど、そして直進安定性めっちゃある。ハンドルどうですか？ハンドルだいぶいいです。ただちょっと太いかなっていう感じがします、やっぱり M は。すげえパワーあるんですけど、この6速のところにさ、はい、契約書をつけとく。ここでハンコを土屋ってやって6速6速まで入れたらこうポチッつってポチッて。いやこれすげえトルクありますね。マニュアルやっぱりいいっすね。マニュアル、でもマニュアル、そう、まあだからさっきのワインディング行けばマニュアル楽しみ分かるけどね、今直進だからあれだけど。そうっすね。あとやっぱりマニュアルいくら DCT とかになっても、うんうん、マニュアルのこのダイレクト感にはやっぱり勝てない気がします、うんうん、エンジンの吹き上がりもいいね。めっちゃいいっす。時代の気がします。でしょ、はい、だから なんてなんだろう、ま、前の M2 とコンペティション、はい、そんなに変わりねえじゃんっていう話もしてたじゃないですか、はいはい、でもやっぱり乗っちゃうとっていうところもあるかもしれないね。そうですね、うん、やっぱりエンジン別物ですよこれ、うん、あれはあれで価格帯としていい面もある、はい、あるし、あの価格帯でこれだけ楽しめるのはいいかなっていうのはあるかもしれないけど、でもある程度そのさっき の, そのローンの多少の組み替えだけで月々これだけしか変わらないんだったらコンピテーションも一つの選択肢かもしれないね。そうですね、うん、確かにそれはあるかもしれないです、うん、だって、まあ、さっきの話に戻っちゃうけどさ、 M2 買ってやっぱりコンピテーションが良かった、コンピテーション乗り換えるって言った時の差額って考えたらもう最初からコンピテーション買った方がいいと思うし、毎月の金額で言ったらそんなにめちゃくちゃ大きいわけじゃないですからね、うん、そうそう、でもコンペーションじゃなくても全然いいよって本当に思ってるんだったらそっちももちろんいいだろうし、でも結局それじゃあ買った後にいじりましょう、これしましょう、あれしましょうって考えたらいいよねこの車ね。確かに、うん、さっきも土言ってたけど一流品がついてるわけじゃないですか。そうですね、うん、いやあんまり個性的に改造してあると乗りづらかったりとか、うんうんうん、しますけど、ホイール以外はノーマルパーツあるっていうことだし、うん、そうそうそう、前の人のね色が濃いものだとちょっとね、そうですね、やっぱりあれだけど、これだったら乗りやすいっすよ、助手席全然ですよ。BM やっぱりいいな。車内の音とか風切り音とかも、あ、正直その車の作りはやっぱり2シリーズですね、うん、細かいその質感とかドア閉めた感じとか、うん、この軽い感じ、うん、とかあと中のそのちょっとプラスチックな感じとかはやっぱりもう一個車格外の3シリーズの方が全然いいのはいいですけど、少しこのアンバランスな感じするじゃないですか。本来だと3、4に積まれてるこのエンジンがその2シリーズに積まれてるっていう、この少しアンバランスに感じるパッケージが最高にいいと思います、うんうん、でも今例えば横に36の M3 走ってたらめちゃめちゃかっこいいと思いますよ。あ、それがこれが何年後かにこれがこれになるわけでしょ。なりますね。って考えたら今のこのシステムある程度のものを積んで故障も少なくてって考えたら10年先考えたらよくないですか、土屋さんって感じですよね。確かに4636ちょっと結構な気合がないと乗れないですよね。そうでしょ今、うん、確かにそれは言えます。でもこの今のこの技術と車の完成度で10年後って考えても結構いけんじゃねえかなって。確かに、またいいのは BM パーツが出るんですよね。ちゃんとそう国産車とかってすぐパーツの供給終わっちゃうけど、うん、BM って結構長いこと出るんですよね、うん、だから本当に土よくさ言ってるから多分言ったらすぐ共感してもらえると思うけど、うん、ドイツとかって、うん、古い車って超かっこよく走ってるじゃない、うん、僕さ、ま、もう遠い昔ドイツ行った時にそれが一番感じたんですよね、うん、そうなんですよね。古い車めちゃめちゃ走ってるんですよ。それがまたかっこよく街に溶け込んでるっていうか、はい、あのクラシック認定制度がいいと思うんですよ、うん、税金安くなって。そう、うん、日本逆だもんね。逆ですね。早く乗り換えろっていう、もうそういう税制だし、そういう空気じゃないですか、うん、そこをちょっとね。そうですね。選挙出たの車党党首車党党首うん、車党党首とりあえず C1 で F1 開催した方がいいですかね。そうね、そうね、うん、
車の税金軒並み安くして、安くして、うん、もう重量税とかもうあの一律同じにしちゃってさ、立候補ちょっと立候補するあのお金ちょっと用意してもらっていいですか、120万でしたっけ、300万じゃないの、300万でしたっけ、うん、でも乗って思うのはこの20インチもすごくいいんですけど、うん、バランスでやった言ったらやっぱり19の方がいいのかなっていう、純正の19インチっていう選択がすごい秀逸だなと思います。あとビジュアル的なものと、うん、で言ったら全然20インチやっぱりかっこいいんですけど、行、うん、きます、はい、これやばいっすね、結構ね、押されるよね、押されます、うん、いやこれステアリングも本当に秀逸、これすごい、またエンジン音がいいよね、いいっすね、うん、だからマフラー変えてる M2 とかもあるけどいい音だけど、うんうん、そうじゃない純正もやっぱりいい音してるな、適度なこのメカニカルノイズというか、うんうんうん、ちゃんとあの機械が正確に動いてんだなっていうこの動き、うんうんうん、だからやっぱり電気には感じられない機械感っていうのはすごい感じるよね、結局今電気もなんかその排気音させる、うん、仕組みを車に一生懸命つけてますよね、うんうんうん、新しい C63 の動画、うん、小島さん見ました、いや見てないもん、もう走ってるやつがあるんですけど、うん、新しい C63 って4気筒のプラグインハイブリッドになったじゃないですか、あれ車の中は V8 の音がするんですよ、あそうなんだ、スピーカーから音出して、まあね、いろいろどこのメーカーを今作ってるからねあれだけど、でもそれってもう車を最前線で作ってる人たちがもう言ったら全く無駄な機能じゃないですか、うんうんうん、けどやっぱりエモーショナルな部分って必要だよねっていうことでそこに取り組んでるわけじゃないですか、そうだね、でやっぱりこのなんか鼓動感というか、だからリアルじゃなくなっちゃうんだよね、そうですね、だもちろんその新しいものとしてすごい楽しみな感じもあるんですけど、やっぱり今これが味わえるんだったら味わっときたいなっていう、ブレーキ結構効くのかな、うん、じゃあ正直に言いますよ、うん、低ダスト入ってるじゃないですか、うん、少し低落ちてます、精度は落ちてます、いや十分な範囲ではあるです、うん、だからもちろんその低ダスト入ってるんでサーキットとかは使えないし、うんうん、これスポーツ走行を繰り返す方だったら、うん、パッドの大割に戻すか別のパッド入れた方がいいと思います、うん、まあ車のね視覚的にねそういう走りする方もいらっしゃるからね、ただ行き過ぎた低ダストパッドみたいに、うん、あ止まんねえ止まんねえっていう感じじゃないです、うん、見たらディクセルの低ダスト入ってるんですよね、うん、だからしっかり効くのは効くです、うん、ただやっぱり純正よりかは少し精度落ちてる気はします、もっと多分効くと思うんですよね、うん、特に初期精度が、うん、BM って結構ガツってくるじゃないですか、うんうん、それはなくなってます、うん、だから逆に乗りやすいかもしれないですね、街乗りだったらカックンがまあないですね、カックンないですね、うん、だから国産車みたいな、うん、ブレーキタッチ、ただこのデカキャリパーなんでふかふかした感じはしないですけど、ちゃんとカチッっていう感じはありますけど、だからご信号端で止まるときとか助手席もあれだな、もう満足です、何にもない何にもないです何にも。じゃあ今回一応基本的なお見積もりを作らせていただきました、はい、今日現在で車両本体額が一応780万円出させていただいております、はい、で一応諸経費詳細パッととりあえず入れちゃってますんで、はい、基本的なところ細かく言って817万円ぐらいですよ、はいはい、乗り出し価格、乗り出し価格、はい、で一応まあ月々4万円でどうですかと、はい、4万円だいぶ安いですよね、4万円ちょっと現実味でしょ、だいぶだいぶでしょ、はい、まあ、ちょっとそのフリープランという形でちょっと今回組ませていただいた形なんですけども、はいはい、また金はちょっとツッチのお小遣い30万円ぐらいちょっと工面してもらって、はいはい、で残金が787万円、はい、で月々が4万円でちょうど諸経費分を頭金入れるという感じ、そうですね、そうですね、入れていただいて、はい、月々が4万円を60回払っていただいて、はい、で最終月に540万円残りますよと、はい、その61回目で540万円をどうするかっていうのを決めていただくと、はいはい、でちょっとプラスがあるのがボーナスですね、はいはい、
ボーナスを10万円、はい、だから14万円ボーナス時にはちょっとお支払いいただくような形になります、はい、これ年2回ですよね。年2回です、はい、7月12月で14万円払っていただく、はいはい、いう形でいくと、はい、もう月々4万円で、はい、あの車がちょっと乗れちゃう。いやだいぶ現実味ありますねこれは。寝れないじゃないのってことです、うん、そうです。ちなみになんですけど、この545万円、はいはい、だいぶ硬いと思うんですけど。そうですね、一応、はい、今現状の価格でいくと、はい、30年式のコンペネーションマニュアル、はい、30年って言うと西暦で言うと何年。あ、じゃあ1年古いやつです、はい、令和1年、これ令和1年なんですけど、はい、18年式ってことですね、はい、古いやつで、はい、ブルーで、はい、ブルーちょっと値段、はい、ちょっとで4、5万キロ走ってる車で、はい、オークション相場で600万ぐらいです、はい、あ、そんなするんですか、うん、でもこれ、まあ、もちろん年式が経ってるからね、はい、あれなんで、はい、これから年式経っちゃうけど、はい、距離が少なければ、はい、ちょっと結構このラインっていうのはだってまだ1万キロ台ですもんね。そう、1万キロ多分買っても全然乗んないんですよ。乗んない、うちの自家用車ですら年間5000キロぐらいしか乗んないんで、そうそうそう、だから年間5000キロぐらいとか、さっき試乗してる走る時にちょっとこう、はい、週末気分転換に乗るぐらいの距離であれば、はい、ちょっとこう見えてくるんじゃないですか。そうすると5000キロだから5年乗って2万5000キロ、うん、今の1万5000キロ足して4万キロぐらい、4万キロ弱。そうすると545万円残しても割と手堅い、うん、手堅いか、まあ、もしかしたらちょっと出ちゃうかもしれないけど、はい、そんなに大きな火傷はしないから。逆に言うとこれ6年組むじゃないですか、はい、もちろん車、ね、気に入っていただいて、はい、乗っていただいてもいいんですけど、はい、じゃあ土屋さん、はい、2万キロ、はい、になったら必ず相談してください。あ、1万5000になったら相談しますよっていう話で、はいはい、距離の区切り、はい、でちょっとこうその時に値段のプランニングしてもいいのかなと思います。あ、はい、再プランニングをして、そういう乗り方もできるので、はい、まあ、こういうプランっていうのは非常に、なるほど、ちょっと夢があるんじゃないかなと検討しますいやでも4万円ですよね、うん、だから年間48万円プラス20万円なんで68万円、うん、はい、で M2 コンペが乗れるかもしれない、かもしれない、もちろんね、これによっていろんなプラン、もっと回数伸ばしたりとか、はい、頭金増やしていただいたりとか、はい、まあ、そういうのはいろんなプランできるので、このいろいろね相談してもらえれば、はい、この残価をもっと上げたりとか、逆にもっと安牌で残価を300万にするとかっていうんであれば、それを割ればいい、ね、うん、そっちの方がいいと思うんです。上げちゃうとやっぱりリスクがあるんで、はい、あ、確かに確かに確かに、やっぱり車って乗って楽しいですけど、はい、もう距離を本当に気にして乗るのってやっぱりちょっとストレスになっちゃう部分もあるじゃないですか、はい、だからそこら辺は、まあ、ある程度できる範囲でやってもらうといいと思います。特に今回マニュアルなんで、うん、今後一層こう新型が出てても減っていくジャンルではあるじゃないですか、うんうんうん、割とこう手堅い内容なんじゃないかな、うん、そうですね。だから結構、まあ、これはこのプラン見てもこれはちょっと無謀じゃないのっていう人はほぼ車屋さんでもいないと思います。いいんじゃないのっていう感じのプランですね。じゃあこんな感じで、はい、じゃあこれメール、はい、奥様に送ればよろしいですかそうですね、はい、検討します、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、まあ、そんな形でいろんなプラン様々用意しているので、はい、ぜひ相談いただければ。じゃあ支払いも込みで小島店長にご相談いただければ、はい、まあ、今回の M2 だけじゃなくて、ね、いろんな車の、はい、もしかしたら全然届かないと思ってた車が、はい、見積もり出してみたら、お、意外にいけんじゃないっていうのがあるかもしれないということで、はい、ぜひご相談ください、はい、というわけで最後になりますけれども、今回だいぶお買い得じゃないかなと思います、はい、まあ、今後これの車が出るっていうのはなかなかないですからね、はい、最近新しいのも出ましたけど、はい、っていう、はい、まあまあいろいろねありますからね、はい、ご好みが分かれそうなこうデザインだったじゃないですか、はいはい、だからそこでこうエクステリア的にも評価されるところって多分出てくると思うし、うんうんうん、まあ、あとはそのやっぱりこういう純ガソリンのエンジンって今後どんどん少なくなってくるじゃないですか、うん、だからそれがもう市場価格にも反映されてますよね、うん、なりますね。だから脅威の価格維持率、だからこの特にマニュアルだからこそ今維持できている部分もありますし、やっぱり値段が下がってないっていう現状もありますし、まあ、これから上がるっていうのはね、なかなか難しいかもしれないですけど、その価値としては、うん、十分あると思いますね。そうなんですよね。7年期間こう終わっていくと、もちろんそのエンジンもなくなってきますけど、それより先にこうマニュアルがなくなってくるんですよね、うんうん、どうしてもこうモーターとマニュアルって今のところほとんどない状態になってくるので、かなり貴重な車になってくるんじゃないかな、うんうんうん、はい、
あとは今回ついてるパーツがだいぶいいじゃないですか。そうですね、ホイールだけでも約100万円ぐらい、はい、その他パーツも盛りだくさんということで、はい、かなりお買い得な1台になってくるんじゃないかなと思いますので、はいはい、ぜひお問い合わせください。というわけで今回は BMW M2 コンペティションをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。